陽子はなんて書いたの？アイドルやりながら専業主婦で子育てに専念したいって。あんた専業主婦の意味分かってないでしょ。なんで？頑張ればいけるっしょ。あの、光、後ろ。ん？座りたいんだけど。なんで？ここ俺の席。ああ、ごめんなさいって分かってるでしょうに。だって困ってる神太くん、可愛いんだもん。ほんと素直なのね。神太くんのお姉さんに負けたからって八つ当たりは良くないよ。まだサンタコンテストのこと根に持ってるの？八つ当たりじゃなくてからかってるだけですから。何、つねきさん。神太くん漫画家になりたいって本当？神太くんは漫画家に向いてるって褒めてたよ。ねえ、本当なの？それは先生が例えで言った話だよ。俺漫画なんて書いたことないし。とりあえず座って食べなさいよ。そこに立っていられると落ち着かないわ。ああ、これはまたからかわれるパターンだ。背徳先生ね。なんでそんなペンネームなの？だって私が座ってた机をじっと眺めて背徳感を味わってたじゃん。気づかれてた。もう家に帰りたい。なんかエッチな漫画描いたら人気出そうだよね。私ポルノ漫画家のサイン欲しい。スネキさん。ねえ七崎くん、ちょっといいかな。何？私にも古文教えてくれない？俺が？神太くんと一緒で私も古文が苦手なのよ。それで？期末テストで一つでも赤点取っちゃうと夏休みの家族旅行がなくなっちゃうの。家族旅行？とにかくお願い、パンダココア3本でどう？好きなんでしょ？教える方だって教わる側のレベルがわからないと困るんだ。じゃあ出題予想でいいからさ。わかった。ありがとう。だけど予想が外れても文句言うなよ。言わない言わない。同じ苦手科目同士、よろしくね。やっぱいいわ、つねき。なんかこうにじみ出てるよな。山頂ルイス、あなたたちすぐに校庭に戻りなさい。はい、すいません。俺は常木に告白して。ワンゲル部長、常木さんに夢中なんだな。お前はどうなんだよ。ああ、苦手かな。何かとからかってくるし。まあ嫌われるよりおもちゃにされてるだけマシだよ。嫌われたら最後クラスの女子全員が敵になりかねないからな。確かにクラスの中心で俺たちとは別の人種って感じだもんな。ま、機嫌を取る先生もいるくらいだしな。そうなの？あ、そういえばこの前予備校の帰り姉とラーメン食ってたら、常木さんが男と歩いてるとこ親父さんにしては若すぎる感じだったな。あれは絶対に付き合ってるって。へえ。同級生なんて子供扱いで眼中にない感じだもんな。おっさん趣味だったのか。もしかして動揺してる？まさかするわけないだろ。大人と付き合ってるとか別次元の話すぎてピンとこないよ。そうだ、もしよかったら俺の通ってる予備校の夏期講習にお前も来ないか？夏期講習？ああ、何もない山奥のリゾートホテルで2週間勉強漬けってわけだ。2週間も？どうだ、参加してみないか？とりあえず今は全力で遊びたいかも。常木さん、ひげ面、イクオの言ってた男、何なんだ。まったくちょっと可愛いからって節操がなさすぎじゃないか。俺だってバイトすれば彼女の一人や二人。お風呂開いたよ。うん、
わかった。夏期講習の準備大変そうね。はあ、そうなんだよ。どうしたの？行きたくないの？そこそこ有名な予備校で全国から生徒が集まるんだ。他の学校の可愛い子と仲良くなるチャンスじゃない。別に出会いを求めていくわけじゃ。冗談よ。夏休みに泊まり込みで勉強しに行くなんて偉い。ねえ、他の宿泊客はいないの？夏期講習で貸し切りだってさ。へえ、すごいんだね。見ろよ、あの子たちも俺たちと同じ高校生だ。初めて夏期講習に参加するからって固くなることないさ。うん、そうだな、同じ高校生なんだ。ん？どうした？いや、ドテラの女があそこに。どこどこ？あれ、いない。ああ、飛び降りた受験生の霊が出るって言うから、それかもな。やめろよそういう話は、夜眠れなくなるだろう。自分も常木さんたちと海に行ったら仲良くなってたのかな。夏期講習なんてやめて、私とカルビ食べよう。あーん、あーん、うんうん、あー、いかんいかん、何のためにここに来たんだ翔一。俺は絶対に最後までやり遂げるからな。